これで購入したから多分このベンチ使ってもいい許可が取れてるんじゃないよ俺ら。大丈夫だろう、うん、じゃあ黒さん、俺らはあれだな、あの買ったもののやつをやんなきゃいけないな。俺結構やれギリギリ。俺ピッタ。俺もピッタ。おお。やるやん。ああ、なるほどね。あとはもう全部これで。じゃああれね、黒さん、先にネタやっとくけどさ、さっき750円の中でさ、俺さ、タバコだけ買ったから、タバコちょっとなしね。タバコな。タバコ駄菓子じゃねえからさ。これな、タバコ駄菓子っていうかね、もうなんかちょっと違うけど嗜好品だから、切れちゃったからタバコ買っただけだから。交通行らしい。俺だからあれだから、駄菓子っていうかさ、食べる系、食べる系結構でかいやつ買ってたから。でかいやつってか、うん、なんかじゃあ発表行きましょう。もう一旦ちょっと待っててね。はい、じゃあどっちから行く？じゃんけんしてか、した方が行くか。勝った方？うん。から最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。じゃあ俺からだ。はい。はい。待ってました。いや、来たね。ボスは知らない。ボス何のコーナーやってるのか分かんない。ボスは知らない。まあね、皆さんまあご存知。お猿さんキャンディー。キャキャキャ。キャキャキャ。キャキャ。これ。150円。はい、150円。あと600円ですか。はい。750円でなんかいろいろ買った。ちなみにここの入ってないから。ああ、ね、1本。まあこれ100円。俺と一緒のやつだ。これ100円。はい、250円です。はい。250円。で、どっちだったかな。これ。おお、芋けんぴ。これ280円。急にぶっこんだな、変な値段。220円。変な値段ぶっこんだな。はい、これ220円。おや、ぴったり。素晴らしい。750円です。うん、結構大物ばっかだね。今回俺小物だらけだから。あの小物で調整してもよかったんだけど、どう狙うんだったら、うん、大物でぴったりで、しかも280円とかわけのわかんないやつ突っ込んで合わせようかな。なるほど。そう、今回はこの4つで750円。おや、なかなかやりよるな。やりよるマンだな。よし、まあ、これ辺離れてた時に買ってたんで、うん、なるほどね。これ買いに行ったのか。そうでは続いて、はい、どうぞ。俺細かいから超計算めんどくさいし、ずれる可能性が高いんだよな。はいはい、じゃあ黒さんと同格。100円。あと600円。チャリン。650円。あと650円。650円。150円。個人は知ってるよく。これあと500円。俺も知ってる。あれ150円。500円。はい、220円。おっと、ここもぶっ込みますね。280円ですね。あと280円。やはりみんなやることが一緒なんだな。こういう風にね。40円。40円。本当にひんやりするのか分かんない。あと約40円。開けたら閉めてね。40円。残り200円。200円。いけるのか吉田。10円。10円。90円。めんどくせえ。めんどくせえ。駄菓子屋は手に入れ。10円。170円。おい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 。10円。160円。おい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 。10円。関係の探しで10円、140円、10円、130円。計算してみる。10円、120円。40円。80円。ゼロ。いやー、イタリアで。はい、こんなラインナップになった。はい、で、星野、あれこいつタバコ買ってなくねってなりますね。タバコはね、やめました。タバコはね、
俺切らしちゃっただけだから、駄菓子じゃねえから。駄菓子じゃねえから。ここだけね、含まれてないんで。先に言ってあるから。うん。だからタバコはね、ちょっと俺もカバンしまっちゃいますってやるから。はーい。オッケー。はいよー。オッケーでーす。ありがとうございます。はい。星野当てるか。当てにかかるか。当てにかかろう。はい。それ。当てにかかろうぜ。あ、でも俺ちょっとな、ドリンクが飲みてぇな。ちょっと、こっちしますよ。じゃあこっち。はい。ドリンクみたいな。うん。ちょっと星野から先にドリンク飲んでいいよ。